和歌山県道7号小川加田線は、和歌山県木の川市から同県和歌山市に至る、主要地方道に指定された県道である。木の川北岸の和歌山平野を横断する主要な道路であり、非常に交通量が多い。木の川市小川から 0.5km ほど北へ向かった、あと西へ向かっている。木の川の北側流域を通る幹線道路としての役割を持ち、 相当数の交通量がある。ごく一部を除いては片側一車線の対面通行であり、歩道も整備されていない場所も多く、特に岩出市から和歌山市にかけては随所でしばしば渋滞が発生する。和歌山市の JR 半和線近駅付近は道幅が特に狭く、中央線がない。直川地区では路側帯や自転車歩行者道が狭かったが改良された。 和歌山市向き付近までは、木の川北岸から1キロメートルほど離れた地域を通る。そこから県道15号との重複区間を南に進み、和歌山市梶取付近から再び西へ向かい、南海電気鉄道加田線東松駅付近からは、南海加田線の北側を通っている。並行して、和歌山市都市計画道路西脇山口線も設定されて、都市計画道路の一部区間と、 終点付近を除いて重複している。岩出市さんから、和歌山市中筋日の延に至る、共同。和歌山市ヶ谷から同志北野に至る道。和歌山市北野から、紀伊駅を経て、同志直川に至る道。和歌山市直川を走る道。和歌山市園部を走る道。和歌山市大谷から同志向きを経て、同一次郎丸交差点に至る、共同。和歌山市本、脇を走る道。 和歌山市筒子が丘から、酒田バス停を経て、市志田に至る、北の道。岩出市山から、和歌山市平岡を経て、同志中筋日延に至る道。和歌山市藤田から同志歌森に至る道。和歌山市歌森から同一大屋を経て、同志直川に至る道。和歌山市直川から同志六十国を経て、同志園辺に至る道。和歌山市園辺から同一次郎丸交差点に至る道。 和歌山市本、脇を走る道。和歌山市筒子が丘からどうしか大たる、南の道。起点付近和歌山県道7号小川加田線。ありがとうございます。